QJA ビル一般社団法人全国農業共同組合中央会は日本の JA グループの独立的な総合指導機関である JA 全中と略す各 JA 連合会の総合指導農業政策の取り組みなど JA グループを通じて日本の農業の推進を行っている組織は1954年に設立1955年に 全身組織の全国指導農業、共同組合連合会に代わって、国際共同組合同盟に加盟した。活動内容には、自由民主党の支持母体として政府に対する、農業政策の立案、協議、農作物が、台風など災害にあった、際の対策協議や、JA グループの内部統制整備、組織整備、経営指導、農産物貿易交渉に関する、対応等。 幅広い活動を行いつつ、農業を総合的にサポートする JA グループ全体の調整や戦略の策定を実施している。2015年まで農業協同組合法第37条の2では、JA 全中には信用事業に関する事業を行う農協及び農協連合会への会計監査権が明記されており、この権限によって、 全国の農協へ事実上の指導権を有する構図になっていた。食料と農業に関するファクトブックを発行。食料供給の問題や食に関連した情報を提供する。また、月間 JA という冊子も発行。2013年12月号では JA 支店等を拠点とした JA 地域暮らし戦略の展開について特集した。JA グループでは 日本人にとっての良い食をみんなで考える、みんなの良い食プロジェクトに取り組んでおり、JA 全中では、食や脳に関わる情報を発信する多目的スペース、農業、農村ギャラリーを運営している。また、ご飯、お米と私作文、図画コンクールを主催している。本部は、農業、貿易政策において、意見をことにすることが多い日本経済、団体連合会事務局や、 日本経済新聞東京本社に隣接している2019年5月ベンチャー企業や大学などと連携する拠点ギーベンチャーラボを開設した2015年の農協法改正により中央会に関する規定は廃止され2019年9月30日付で一般社団法人に移行したただし移行後も中央会の名称を引き続き使用するありがとうございます